ムツムセブンスアニバーサリー1日限定プレイし放題。続いてはクマノプーさんよりオールということでやっていきましょうか。このオールね、一回だけね、なんか嫁さんがやってて、あ、すごくいいよ、この、ボムじゃねえ、このツムっていうので紹介してもらってやったんですけど、確かにいいなって思って、まあ見てたらわかるんですけど、こう、ツムが溜まるじゃないですか。で、使わなくても勝手に溜まってくれるんですよ。勝手にスキルを使ってくれるんで、その、なんていうかね、使わなかったら、そのボムとかで勝手に消しちゃった時に、ね、スキルが消化されないままになっちゃうんですけど、これはね、勝手に消化してくれるんで、こうあの、ツムを貯めて無駄にしちゃうっていうことがなくて済むっていうのは、まあ、それがすごくいい点だったりしますよね。まあ、ただ、落ちてくるボムがやっぱしょぼいので、まあ、普通のノーマルボムなので、そこはね、なかなか厳しいところではあるんですけどね。まあ、全部のね、ツムが自動で使ってくれるっていうシステムだったらすごくありがたいんですけど、まあ、使うタイミングで、やっぱり、こう、高得点を狙えるか、今そこで使っちゃうのかよっていうタイミングになっちゃうのかっていうのは、やっぱユーザーに委ねたいというところがあると思うんでね。あ、でも今、スコアボム落ちていきましたね。あ、ノーマルボムだけじゃないんだ。へー、それは知らなかった。あれかな？壊す回数によって、そろそろスコア出したのかっていう感じになっちゃうんですかね。なってくれるんですかね。はい。ほい。あ、コインツムまで来ましたね。ありがたいですね。あ、マジで。なんか、つい今、癖で、あれですわ。オールをおっしゃいましたね。ほい。じゅん。あ、でも全然あれだな。スコア伸びないですね、やっぱりね。1個しかボムが出ないと。これ、いけるかな？さあ、次回、また見てね。